清食品出前一丁、揚げ麺に粉末スープとごまラー油がついています。麺は細く、表面がツルツル滑らかで、香港の出前一丁とは舌触りが大きく異なります。噛み応えも少し粘り気が強く、日本人にはこちらの方が合うでしょう。スープは醤油ベースで、香港版と味の方向性は似ていますが、潤いがあって全体が整っているように感じます。ごまラー油はピリ辛の刺激がありますが、これも二口三口食べると効力を失います。しかし日本版は白ごまの粒々がたくさん入っており、最後までごまの存在感を保っていました。香港版と比べて日本の出前一丁はだいぶ都会的で着飾っているように感じました。